は、靴下屋プレスのマリンです。もう一回お願いします。気がつか今日はお仕事用のカバンの中身紹介していきたいと思います。こちらがアーペー製の大きいトートバッグを使っています。結構お仕事の日は荷物がかなり多くなるので、まあ、何でも入れれるトートバッグを愛用してます。でうち猫を飼ってるんですけど、結構毛がついても目立たないのと、結構いろんなところにボンボン置いちゃうので汚れも目立たなくてすごく愛用しております。早速中身を紹介していこうと思います。まずお仕事に必須のカメラです。これがオリンパスペンのカメラです。続いてこちらです。ペット、はい、ペット今ハマっておりまして、今ペットグッズって少ないんですよね。今あんまり売ってなくて、探してもサンキューマートさんだと売ってますので、可愛いなって思ってくださった方はぜひサンキューマートです。あと名刺入れとかペンとかその辺にまとめてます。これは無印さんで購入しました。次がポーチですね。これもまた使用感がすごいんですけど、5年目ぐらいのこのポーチが、コムデギャルソンさんのポーチです。この中には私目が悪いので替えのコンタクトとか絆創膏とかが入ってまして、あと香水ですね。フュームオイルファクトリーってところの香水、なんかロールオンタイプ、ぐるって塗れるのがすごく便利で気に入って使ってます。ジャスミンの香りを使ってます。はい、先に出しちゃいますね同じポーチを2つ持ってるんですけど、でこのポーチが靴下用の、プレゼントの包装とかで、実際にこうお店で販売しているポーチ、巾着ですね。ギフト用のやつ、ね、ギフト用の、そうギフト用のやつです。このサイズ感がめちゃくちゃ良くて、生地感もしっかりしてるので愛用していますデザインもシンプルで可愛いのですごい使いやすいです。こっちのちっちゃい方からご紹介すると、使用感がねすごいんですが、サプリメントです。これが、体脂肪、体重を減らす内脂サポートとDHC のむくみとかをこう取ってくれると、和らげてくれるメリロート、むくみ気になる方にとってもおすすめです。あとはこの辺りは無比とかサラサラシートとかスタイリング剤とかが入ってます。はい、でもう一個が、お化粧のポーチとして使っています。最近のお気に入りはこれですね。マーシュフィールドっていう、YouTube とかでも結構よく上がってる、最近カバー力がえげつない、こっちがコンシーラーみたいな感じのやつ、なんかこう練ってつけるようなタイプのものと、あとこれがプルフパウダーですね。フェイスパウダーです。これつけるとだいぶサラッとして崩れにくくなるので気に入っています。あとこれもプレゼントでいただいたんですけど、お店移動の時にスタッフからもらいました、ハンドミスト。これちょっと読み方わかんない、オーパランディハンドミスト。あ、ちょっといい匂いあと欠かせないのが、これも使用感すごいんですけど、ウズのホワイトアイライナー。私この目の二重の幅のところにシュンって白いアイラインをよく入れてるんですけど、なんかこうマスクだと結構なんて言うんでしょう、暗く、顔が暗くなっちゃうので、これを入れるとちょっとポイントになって、目の幅も横に広く見える気がして気に入ってよく使っています。
がこちらです。アニエスベイの折りたたみ式の財布を愛用しています。エコバッグですね。あ、またまた、タビオです。これがめちゃくちゃ可愛くて、きっと持っている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。はい、はい、おさむグッズさんのイラストのコラボさせていただいた時に販売していたものですね。あと今日私メガネをかけているんですが、メガネどっちにしようっていうのがずっと決まらなくて2種類持ってきました。今つけてるのがジンズクラシックさんの、丸いメガネをつけていて、もう一個持ってるのがレスカーさんのこういう太めの黒縁メガネをちょっとだけ奮発して購入したので、この辺もよく持って歩いています。出すのがお恥ずかしいんですが、あれ？あれまた、あれ？うちのいつかのノベルティで出ていたお洗濯ネットなんですけれども、私はお洗濯ネットをポーチとして使っています。サイズが全部ちょうどいいんですよね。靴下のなんだろうな、ノベルティとかで、そうです、こういった使い方もすごくおすすめです。この中には基本電子機器、なんか充電器とかがコード類とかがこうバッとまとめて入っているんですけど、最後にですね、おすすめしたいおせんべいをご紹介させていただきます。これが限定の梅味、和田のこだわりっていう結構味が濃いめのおせんべいで、めちゃめちゃ美味しいので、ぜひご覧になった方は、梅大丈夫な方は食べてみてください。おつまみにもすごくおすすめです。物がいっぱいありますが、ご紹介はこんな感じです。この動画がいいなって思っていただいたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。